ちゅうたん、そこ隠れたの？ちゅうたん。ちゅうたん。ミニントがいたよ、ミニント。ドアップ。ドアップ。爬虫類と猫カフェ来ました。かわいいですよね。オッドアイさんが来ましたよ。かわいい。こっち見てごらん。ポンちゃん、あ、ここにもいたよ。気がついてた、こいつ。ゆったちゃんかわいいよ。全然取れてませんでした。オンにしてませんでした。これキジトラちゃんね、ミニポンそっくりの子はもう僕に懐いちゃって、そこに一人変な羊みたいなのがいますね。黒羊。あの猫ちゃんも僕のカバンを気になっております。キャットウォークいいね。家、こういう家を作りたいもんですね。あそこからね、あの穴からですね、トイレ部屋に行けるんですよ。このぐっと寄りましょうね。この穴からね、ここからトイレのお部屋に行けるみたいです。いいですね。ここのシステムはですね、1人2時間制ワンドリンクで1500円。お酒を飲みたい時はお酒も飲めるという感じらしいですよ。で、隣の部屋が爬虫類の部屋なんですけど、触り方なんかも教えてくれるそうです。冷凍コオロギって売ってたんで、冷凍で持って帰って蘇るのかと思ったら爬虫類の餌だそうです。みんな僕のカバンが気に入ってるんですね。全員近くしたってくるね。はい、爬虫類の部屋にやってまいりました。爬虫類の部屋にやってまいりました。すず、大喜びだよ。なんかうちにも、うち一回ワニいたよ、家に。そうなの？子供の時絶対指出すなって言われて噛まれるよって。こういう恐竜みたいなやつが今も生きてるってすごいよね。ヘビってこんなくるくる器用に巻いてなるんですね。すごい。メガサンタによっては販売の生態です。こちらのお名前が書いてあるもの、はい、預かり。これはうちのペットですので、触れ合いができます。これも触れ合いができます。500円かかってしまうんですけど、何匹でも今度この子で、500円払えばってことですか。名前が書いてある子は触れ合いできますので、お声をかけてください。噛んだりしないんですね。一応大丈夫です。すごいね。ちなみにうちの一番人気はこの子です。この子、あと一番下の列の子たちです。こんなヘビ、これテグーと言います。奥さん、これで見てください。奥さんちっちゃいからね。気をつけてください。見えないでしょ。とてもおとなしい子です。足あるの？ある。本当だ。なんかこれカバンみたいだよね。カバン、あ、すごい色だよ。この子パパ見て、青。本当恐竜みたい。あ、恐竜。なんで今の世界にこんな君みたいな子がいるんだい。パパ綺麗それ、なんで支えてはちょうどいいんじゃない。これは25万円です。なんか高いですね。ペロペロしてます。ラベンダーテグー、ヘビが動いております。ここに、君25万円もするの？25万円も。君25万円もするのね。この子が14万8千円。
こちらに、こちらの方にも、ここにも付けます。これ、この裏可愛いじゃない。ちっちゃいのは可愛いかな、うん、これ可愛いですね。これ大きくなるんですか。大きくなるんですけど、このぐらいですね。だから綺麗なんだ。送って、うん、主人の人たち、これもすごいね。このぐらいですかね。大きくなってこのぐらい、はい、まあ、可愛いか、まあ、こういう、ここにこうやってこんな入れ物で育てることができるんで、ここから出ちゃったら逃げちゃうんでしょ。あ、それはそうですね。でも、おとなしいで手のひらに乗っかってたりします。子たちはですね、飼われるそうですよ。500円、500円払ってね、500円で触り放題。なんか別にヌメヌメしてるわけでもないんだろうね、うん、カバン触ってるようなもんじゃないの。ヌルヌルしてないんですか。そうですね、両生類ではないので。ああ、そっか。ヌルヌルしてる。お風呂入ってんな。お風呂ちっちゃお金。これは25,000円、45,000円だったこと。カメがなんかどっか行こうとしてるけど行けませんよ。ヘビ見た、これくるくる回る。本当だ、うん、こうやって寝るんですよ。これ楽しいね。呼んだら来ました、ミニーちゃん。呼んだら来たよ、この子。犬みたいに、ミニが一番可愛い。足が短いです。あ、ほんとだ。どうした短足ちゃん、足めっちゃ短いやん、君。猫ダックスフントみたいやん。はい、君足細いやん。君足細いね。ミニーちゃんが、はい、ちょっと待ってね、はい、ちょっと待ってよ、これから写真撮影タイムに入ります。ポーズ、ポーズよ、ポーズ。ちゅーちゃんぐらい足細いな。ちゅーちゃんぐらい足細いよ。かわいい。大丈夫か、お前。みんなにいじめられてないか。怒ってるな、ね、うちの猫ちゃんたちもね、このぐらい綺麗に住んでくれればいいんですが、ここ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 の犬ワンちゃん1匹、この子は全然動かないですね。もう一匹おりましたかな、あんた。かっこいいね、チャンピオンだね。ちいちゃんが怒るよ。あなた信用できるわ。ちょっと相談があるんだけど。お金持ってるかしら、この男。カメで。あっち気のぷくなんですけど。にゃー、誰、うん、誰、違う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 、これ薬、アピの薬ダメよ。あげるのないわ、足が飲むの、足が飲むんや、うん、俺が飲むんや、ダメや、ダメダメ、足が薬飲むんや、ね、尿酸値が高いの。違う、おやつやないって。なに？
みんな来たな。すごい全員集まってきたよ。おやつやないで。なに？違うって。はい。チュールやないってよ。まあ終わり。さあ。みんな。お前か。おおすごい。踏まれちゃったよあんた。あ、動かないやつが動き始めた。こいつが一番ポンプみたいな。あ、見てここ入ったら可愛いよ。あ、本当だ。ここもあるんだ上も。うちもさこういう家作りたいね。だってさ部屋はさうちより狭いぐらいじゃん、あの寝室より。お家買ったらリビングに全部これつけるの、うん、で家を放し飼いにするの、うん、これあればさランちゃん下にいても平気じゃん。そうだな。みんなもう飽きたんだよ、ね、みんなにやられるからさ飽きてんだよ。こんなんでつまんない。こんなんでもう遊べないよ。寝るってこの子が一番やっぱ若いのかな一番。うん、これ高そうだよ。この猫高そうやな。よりはより反応しろよ。さっきの耳パタパタやってまたそれねみたいな。みんな来るとやるんだよね。どこに鼻突っ込んでんだ。隠れてるつもり。ここからそっと覗いてやる。場合に気づいてないな。来た来た、すごいな、来たぞ。お、犬だ。キューみたいだな。ちょっと来たら怒る。あ、喧嘩しないよ。ちゃんも猫カフェやったらさ、猫と一緒にいていいよ。チュータンもね、猫の中に犬一匹混じっていいよ。チュータンなら、チュータンなら人気出るよ。チュータンなら人気出るよ。チュータン人気者だから。トノタンもね、トノタンなのかどうかな。チュータンはね、猫カフェ行けるよ。はいはいはい、トノタンね、トノタンは犬カフェにしよう。